スフレンハイムは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン、スフレンハイムとも表記される。この土地特有の赤土を使った陶器を、スフレンハイム焼きという。スフレンハイムの市街地は、ライン側の氾濫源の縁にできた団地の角にあたる、アルザスの平野にある。この場所ゆえに、ライン側の氾濫から村を守ることになった。治水が行われて、以降は、 反乱の危険はなくなった。スフレンハイムは西から北東にかけ、厚いアグノーの森に囲まれている。エベルバック川とフォルグラベン川が村内を流れている。スフレンハイムやキスフレンアイムは、古代より、この土地で採れる粘土を使った陶器作りで知られてきた。紀元前から陶器作りが実在したと言われるが、確認が取れているのは1142年からである。陶器作りは、 新生ローマ皇帝フリードリヒ一世が地元の陶器職人組合に対してアグの重りから自由に粘土を取って良いという特権を与えたことで成長した。今日、村内には17の工房があり、アルザス伝統料理に用いられる家庭用品を生産している。ありがとうございます。